ホテルに救う者。まだ終電までは時間があるからもう少し平気だよ。そう言うと友人は私のグラスにさらに酒を注ぎ出した。普段あまり酒を飲まない私がここまで飲むのも珍しかった。会社帰りの街中で小学校時代の旧友と突然再会した。私たちがつるんでいたのはお互いが小学校から高校に行って 別々の道を歩むまでの短い間ではあったが、私たちは強い絆で結ばれた親友同士だった。街中の居酒屋。私たちは昔話で大いに盛り上がり、懐かしく、そして楽しい時間を過ごしていた。まるで子供のようにはしゃぐ私たち。そんな私たちを周りの人々は白い目で見ているようだったが、そんなことなどどうでもよかった。 おい、大丈夫かああ、駅だよ。もう駅まですぐだから。あとは一人で大丈夫だ。なんか、心配だけど。気をつけて帰るよ。それと、もしどうしても家までたどり着けそうになかったら、俺の携帯に電話しろ。俺はこの近くのホテルにいるから、電話してくれれば、ホテルの場所と部屋番号を教えるから。いろいろありがとうな。 お前は昔からいい奴だ。ようせよ、そんなこと言い出すなんて。相当酔ってるな、お前。ははは。それじゃあな、また近いうちに会って飲もう。ああ、近いうちに。また会いたいもんだ。酔っていてよく覚えてはいなかったが、別れ際の友人の顔は、どこか寂しげだった。 私は文字通りの千鳥足で終電迫る駅の改札へと急いで歩いた。そんな私の心の中は久しぶりに親友と過ごした楽しい時間のことでいっぱいだった。やがて最寄り駅にたどり着いた。まもなく2番線に〇〇行きの電車が到着します。この電車は〇〇方面への最終電車となります。ご利用のお客様は 私が改札をくぐったのとほぼ同時に終電を知らせるアナウンスが鳴った。ホームまではまだ少し距離があったので私は走った。しかし、これがいけなかった。急に走ったせいで酔いが激しくなり吐き気がこみ上げてきたのだ。こんなところで吐くのは非常にまずい。私は一旦降りかけていた駅の階段を再び改札の方に向かって登り、改札横のトイレに駆け込んだ。 間一発、公衆の面前で失態をさらさずには済んだ。だが、終電は、すでに発車してしまっていた。まあ言ったな。シャツまではまだ5時間近く時間があるし、かといって駅の中に居座るわけにもいかないしな。そんなことを考えながら途方に暮れていた時、私はさっきの別れ際に友人が言っていた言葉を思い出した。 ダメ元で、かけてみるか。私はスーツのポケットから、友人に手渡された一枚の紙切れを取り出し、そこに記された電話番号に電話をかけた。不思議なことに、ワンコールするかしないかという速さで、友人の声が電話越しに聞こえた。はい、〇〇です。ああ、〇〇か。悪い。終電に乗り遅れちまったんだ。 さっきの別れ際のことをまだ覚えてるかほら、もし俺が終電に乗り遅れたら。ああ、覚えてるよ。俺はお前ほど酔っ払ってないからな。ちょっと待っててくれ。今ホテルの場所と部屋番を教えるから。えっと。こんな時間であるにもかかわらず、友人は丁寧に彼が宿泊しているホテルの場所と彼の部屋の番号を教えてくれた。 駅を出た私は、電話で友人が言っていた通りに道をたどる。そして繁華街を抜け、少し奥まった場所にそれはあった。五階建てくらいのビジネスホテル。ところどころにひびが入った外観。今にも消えそうな弱々しい光を放っている看板。お世辞にも立派とは言い難かった。しかし背に腹は変えられない。私は自動ドアをくぐり、 ホデルのフロントへ行った私を出迎えたのは、まるで人生に絶望していますと言わんばかりの顔をした中年のフロント係だった。世紀の感じられない顔でフロント係が訪ねてきた。いらっしゃいませ。ご宿泊でしょうか。ええ、その、私の友人がここに部屋を取っていて、私は終電を乗り過ごしてしまって。 朝まで友人に世話になろうと思って、ご友人のお名前をフルネームでお願いします。はい、〇〇です。少々お待ちください。ええー、〇〇様は確かにご宿泊なされています。失礼ですが、一応お客様の安全を確認するという意味で、 ご本人様のお部屋に私の方から電話で確認させていただきますので、あなた様のお名前を伺ってもよろしいでしょうか。はい、〇〇と言います。〇〇様ですね。それでは確認を取る間、こちらのソファーにでもかけてお待ちください。そう言うとフロント係は受話器を手に取り、友人の部屋に電話をかけた。 一二分の電話の後、フロント係は受話器を置いて、私に友人が宿泊している部屋の鍵を渡してくれた。五百十二号室。薄暗いエレベーターに乗った私は、五階でエレベーターを降りて、これまた薄暗い廊下を進んだ。そして廊下の角を右に曲がったすぐそこに、五百十二号室のプレートを見つけた。さっきここへ来ることは、あいつに知らせてあるし、 フロントと電話もしていたからまだ起きてるだろう。私は部屋のドアを2、3回軽くノックした。中からは何の返事もなかった。ひょっとしてもう寝ちまったかな仕方なく私はさっきフロントで手渡された鍵を使ってドアを開け少し遠慮気味に友人の部屋へと入った。部屋は真っ暗だった。 とりあえず壁伝いに電気のスイッチを探し、部屋の明かりをつけた。ベッドが一つに、ユニットバスにクローゼット。ありきたりな配置の普通のビジネスホテルのその部屋の中に、なぜかいるはずの友人の姿がなかった。それに何か部屋の中に妙な匂いが漂っている。私はとりあえず友人の名を呼んでみた。おい、まるまる。 コトン。部屋の隅に置かれたクローゼットから物音が聞こえた。人友人は私を驚かそうとでもして、わざわざ部屋の電気をすべて消してクローゼットに隠れ、私が驚く様子を楽しむつもりなのだろう。まったくお前は、もう出てこいよ。そこにいるのはわかってんだから。私はクローゼットを勢いよく開けた。 誰もいなかった。それどころか、一着の衣類もハンガーにかかっていない。まるで長い間使われてなかったかのようなクローゼット。私は少し怖くなり、部屋中友人を探した。しかし狭い部屋の中である。すぐに探し終わり、友人がこの部屋にはいないことが分かった。部屋を間違えたのかなしかし渡された鍵でちゃんと開いたし。 仕方なく、私は部屋のベッドの上に座り込んだ。するとベッドの横に、さっき居酒屋で飲んでいた時に友人が持っていたカバンが置いてあるのを見つけた。なんだ、やっぱりこの部屋で間違いないのか。けど、あいつどこ行ったんだコンビニにでも出かけて入れ違いになったのかな。私はそう考えることで、この居心地の悪い部屋のことを気にしないようにしていた。 友人の部屋に着き、一時間が経った。友人は一向に姿を見せない。私の中に不安がよぎった。もしかして友人は買い物に出て、何かの事件に巻き込まれたのではないだろうか。あるいは考えにくいが、私にホテル代を払わせるために、これはチャンスとばかりに私を部屋に呼んで、自分は姿を消したのでは。 根拠のない色々な想像が浮かんでくる。考えても仕方ないか。そう思い、私はベッドの横になり、部屋の天井に目をやった。なんだ、あれ。私の視線の先、部屋のベッドの真上の天井には、何か赤ちゃけたようなシミがあった。それは何かの形をしていたのだが、私はそれが何なのか、すぐにわかってしまった。 あれは、人か、か今思えば、それに気づいた時にあの部屋を出ていればよかったのだが、余計な好奇心が私を動かした。私は部屋に備え付けられた非常灯を手に取ると、ベッドの上に立ち上がり、部屋の天井のシミの部分を調べ始めた。そして、天井が一部切り取られ、 そこがスライド式に開く構造になっていることに気がついた。ごと、ごとごと。天井をスライドさせると、天井裏のよどんだ空気が私の鼻をついた。真っ暗な天井裏。カビ臭いような妙な匂い。これはさっき私がこの部屋に入って感じたあの匂いをもっと強めた感じだった。とりあえず私は、 手に持った非常灯を自分の顔の横まで引き上げ、天井裏を照らし出した。<laughs> 声にならない声を上げ、私はベッドの上に転がり落ちた。見てしまった。一瞬だったが、天井裏の奥の方にかすかに照らし出されたものは、明らかに横たわった人間だった。生きているのか。いや、どう考えても死んでいる。 どっちにしろフロントに知らせなくてはならないし、場合によっては警察にも知らせなくてはならない。だがもし早と知りしていたとしたら、ただの迷惑な酔っ払いになってしまう。私は激しい恐怖を感じていたが、もう一度確認のために天井裏に戻った。むせ返るような周期。今度はしっかりと非常灯の明かりをあれの方に向ける。 何か、白いものが動いている。それもたくさん。よくよく見てみると、それは無数のうだった。そのうの下からは、赤黒く変色した何者かの死体が姿を覗かせている。死体からは、ひどい匂いの元であろう、赤ちゃけた液体が流れ出ていて、それが死体の周りに水たまりのように溜まっていた。<laughs> その光景を確認するや否や、私は情けない叫び声を上げて部屋を飛び出した。立ち止まるのがもどかしくて、エレベーターも使わず、非常階段でフロントまで猛烈なダッシュへたどり着き、大声でさっきの中年フロント係を呼んだ。しかし、フロント係は全く出てこなかった。仕方なく、私は小刻みに震える手で自分の携帯を取り出すと、急いで百1番に電話をかけた。 はい、110番です。事件ですか事故ですかい、今、A ホテルに宿泊しているものですが、部屋の天井裏に、人の死体が。A ホテルあ,あの、いたずら電話はやめてください。たとえ軽い遊びのつもりでも、立派な犯罪になりますので。何言ってるんだ確かに私は酒を飲んでいるが、 これはいたずらじゃないんだ。本当に見たんだ。天井裏で、あれは確かに人間の死体だ。わかりました。A ホテルですね。これから最寄りの場所を巡回中の警察官を向かわせます。あなたのお名前は〇〇です。とにかく早く来てください。〇〇さん、そこにあなたの他に誰かいますかそんなこと知るわけないだろう。ここはホテルだぞ。 誰かいるに決まってるじゃないか。〇〇さん、確認ですが、A ホテルで間違いないんですね。だから、何度も言ってるじゃないですか。一体何なんですか〇〇さん、そのホテルはもう6年も前に営業をやめているんです。あなたはなぜそんなところにおられるんですかゴトン。 電話越しの警察官のその言葉に驚き、私は思わず携帯を床に落としてしまった。バカな。だって、自動ドアもエレベーターも、部屋の電気だって使えてたんだぞ。そんなバカなこと。そう思いながら、もう一度ホテルの中を見回した私は恐怖した。入ってくる時には動いていたはずの自動ドアには木材が打ち付けられ、 今自分がいるフロントもそこら中埃りを被っている。その光景に気づいた瞬間、背筋に冷たいものを感じた。じっとりとした冷や汗が頬を伝う。だがすぐに気づいた。いや、これは俺の汗じゃない、と。それはフロントの天井から下たりをしてきていた。私は恐る恐る目線をフロントの天井に向けた。そこには、 血まみれの。だけど血の気のない体を、まるで昆虫のように身構えた一人の女がへばりついていた。夜行性の動物のように光るその目は、腐っているのだろうか。白目というよりは、黄色く濁っているのが分かった。唇はボロボロになっていて、そこから滴たるよだれが、私の上に降ってきていたのだ。私が落とした携帯の通話口からは、 警察官が私に呼びかけているのが聞こえた。私は恐怖のあまり身動きが取れずに、ただその場に立ち尽くしているのがやっとだった。そして、そんな周りに、他の気配が増え出した。一人、また一人と。四つ足で昆虫のように身構えた者たちが私を取り囲んだ。その中には、あの中年のフロント係の顔もあった。 だがそれは腐った頬が垂れ下がった見るに耐えない姿だった。そしてその中の一体が私に近づいてくる。私は死を覚悟した。同時に自分もこうなるかもしれないとも思った。なあ、なるまる。私に近づいてきた一体が驚くほどに 私に話しかけてきた。その腐って藤に宝えた顔の一部に懐かしい感じを覚え、そして私は気づいた。それは今日街中で偶然再会し、一緒に酒を飲んだ友人だった。お前、なんで私は出せない声を何度か振り絞り、そう言った。助けて、ここから。 解放してくれ。変わり果てた姿になった友人が、かすれた声で私に助けを凍うてきた。私が状況が飲み込めずにいると、天井から私の上によだれを垂らしていた女が降りてきて、私のそばにいた友人を、その異様に発達した巨大な腕で泣き払った。友人は勢いよくフロントの壁に叩きつけられ、 そのままピクリとも動かなくなった。女はまるでこれから毒でも吐きかけるコブラのような音を発している。私は相変わらず身動きが取れないままだった。そんな私の目の前で女はその昆虫のような体をぐっと起こしてみせる。私はその時その女がとてつもなくでかいということに気づいた。 今まで四つ倍で血を這うようにしていた女だったが、立ち上がったその体は優に二メートルを超える超巨体だった。体にはところどころうじがすくい、内臓がむき出しになっている。女の巨大な腕が釜を振り上げるかのように高くかざされた。殺される。嫌だ。俺はあんな風になりたくない。私は心の中で強くそう思った。 同時に自分の最後も覚悟した。すると。どんどん、どんどん。誰かがホテルの入り口の自動ドアを叩いている。誰かいるのかおい、聞こえたら何か答えてくれ。私は生きる望みを託し、最後の気力を振り絞って呼びかけに答えた。助けてくれこのままじゃ殺されるガシャン。 自動ドアが壊され、二人の警察官がホテルのフロントへ入ってきた。早く早く銃でこいつらを撃ってくれあんたらにも見えるだろう早くしないと、あんたらも殺されるぞ落ち着け一体何を言ってるんだここには君しかいないだろう警察官は、なぜかそこにいる女たちのことなどを気にも留めない様子で、私を落ち着かせようとしている。 もう一人の警察官など落ち着き払った様子で無線を片手に話している。司令部、こちらはケイラー22。通報したと思われる男性を確保。錯乱状態にあり、我々二人では手に余りそうだ。応援を要請する。または男性の様子が尋常でなかったので、入り口を破壊して建物内に入った。などと、すでに問題が解決したかのような口調で言っている。 なんでだあんたら本当にこの状況が分かってるのか早くここから逃げないと、みんな殺されるぞ見えるだろうそこのでかい女が <laughs> いいから、落ち着きなさい。ここには我々と君以外誰もいないじゃないか。私はもうダメだと。これ以上騒いだところで、どうにもならないと諦めて、床に座り込んだ。そこへさっき女に突き飛ばされた。 私の友人であった者がやってきて、私にそっとつぶやいた。ダメだ。俺たちが見えてるのは、まるまる、お前だけだ。それに、俺たちのこの姿が見えてしまったということは、お前は遅かれ早かれ、こうなる運命だ。本当は、 助けてもらおうと思ってお前をここに呼んだんだが、あの女に見入られたんだよ、お前は。そう言い残して、友人であった者はどこかへ姿を消していった。それに続くように他の者たちも、そして最後にあの女も、意味深な笑みを残して、 闇の中へと消えていった。私は警察官に両脇を抱えられる形でパトカーに乗せられ、そのまま警察署に連れて行かれた。後日、警察官から聞いた話は、あのホテルの512号室の天井裏を、後から来た応援の警察官たちが調べたが、発見できたのはネズミや猫など、小動物の死体だけで、どこにも人間の死体などなかったというものだった。 私はきつくお給を据えられて、そのまま家に帰された。酒に酔っていたということで、多少多めに見てもらえたのだろうか。本来なら、何らかの法的罰則が発生するのでは、などと不安になった自分に、笑いがこみ上げてきた。夜が明け、何もなかったように、街は人でごった返している。きっと、悪い夢だったに違いない。 そう思うと安心したのか、何かあっさりしたものが食べたくなった私は、近くのコンビニに立ち寄った。品物を選び、レジに並んだ時。背筋が凍りつき、昨日の悪夢が蘇った。レジで会計をしている女の店員。背だけは普通だし、体も腐ってはいないが、顔は明らかに昨日の女だった。 きっと他人の空にだ。気にするな。そう自分に言い聞かせ、会計をしてもらう。583円になります。私は無言で金を払う。583円、ちょうどお預かりしました。会計は何事もなく終わった。やっぱり他人の空にだ。私が少しほっとして、 店を出ようとしたとき。お客様、何かこれ、お客様の携帯電話ですよね。昨日お忘れになりませんでした。